どうもオナです。私はですね、今鹿児島県の鹿児島新港というですね、フェリーターミナルに来ております。先ほどですね、鹿児島中央駅からバスでですね、こちらの方にやってきたんですけど、今回ですね、こちらの鹿児島からですね、沖縄那覇までですね、フェリーで行きたいと思っております。時間はですね、約25時間ということで、丸1日かけてですね、行くんですけれども、果たしてどんな感じかっていうところをですね、ご紹介できればなというふうに思っております。今ですね、5時前になるんですけども、出発がですね、18時になりますので、あと1時間後ということで、続々とですね、バイクがたどり着いておりますが、今日はちょっとあいにくの雨なんですけれども、バイクで沖縄とか行かれる方もいらっしゃると思います。ちょっと船はまだ見えないんですけれども、あんな感じでコンテナがあって、あれも多分運ばれるんだと思います。早速なんですけれども、チェックインしてみたいと思います。一応今いるところを紹介しておくとですね、奄美と沖縄フェリーターミナルというのは、専用のところがありまして、他にも私鹿児島にクルーズで来たこともありますけど、またいろいろねターミナルがあって、種子島行きとかね、ここら辺ちょっとご注意ください。乗られる方は周りはマルハンがあるぐらいで、本当に何もないという感じですね。こちらがターミナルになります。3階が発見所になるみたいですね。じゃあ3階に向かいましょう。たくさんいらっしゃいますね。あ、まずはなんか気にしないといけないみたいですね。消毒もしっかり、はい、今回は A ラインという丸 A フェリー、こちらに乗ることになります。日によって違います、運行されている会社が。じゃあ記入しましょう。バイクとかは特にない、ね、ないです。はい、こちらがですね、搭乗券となります。そんなくして入れると思うんですけど、ちょっと、あ、船ありますね。おお、でかい。こんな感じとなっております。すごい、フェリー波の上ですね。まあ、今準備中って感じですかね。横にはクイーンコーラル8、日によってはあちらで沖縄に行くことになるんですけど、今回は A ラインの方になります。あっちは貨物フェリーで入って、鹿児島って書いてますけど、人は乗れないみたいですね。売店もあるというふうに書いてたんですけど、こちらのさつま揚げのお店が唯一開けてますね。まあ、中でもね、買えると思うんで、まあ、ちょっとでも24時間もあるんだからな、買っておこうかな。残念ながらさつま揚げ売り切れということで、結構ビールね、買ってるお客さんというか、まあ、その場で飲んで、仕事終わりとかですかね、まあ、あとは船乗って移動するだけみたいな、なんか感じの雰囲気が伺いましたね。もう船乗れるみたいなんで、じゃあ行きましょう。あ、すいません。船内はもうホテルみたいですね。機械になるお部屋です。はい、わかりました。下船の際にこちらに鍵の返却をお願いします。了解です。チケットと鍵が交換されましたね。そんな感じになるんだ。クルーズ船みたいですね。すごっ。こちらですね、まあいろいろね、クラスは当然あります。消毒もしておきましょう。ここら辺の2棟はね、めちゃめちゃ広いんですけどCS はちっちゃい。特等は場所がいいですね。ただそんな大きさは2棟と変わらないですけど、あ、こっちにいたらたくさんあるんだ、部屋が多分な。今回 CS もここですね。鍵もガチのホテルみたい。ではまずは部屋に行ってみましょう。良さそうですね。いつもホテルレビューみたいに行きましょうか。今回ですね、24時間滞在するお部屋なんですけれども、こちらとなりますおー、全然いいじゃないですか。窓とかはないんですけども、すごく快適そうな個別の空間あるのはいいですね。実は私、大阪からサンフラ乗って、そこから霧島とか行って、鹿児島に来て、こっからまた那覇に行くっていうね、感じなんですけれども、サンフラはカーテンはありましたけれども、こういった独立した部屋ではなかったんで、これはいいですね。一番良さそうだなっていうのを思ったので、こちら選んだんですけども、鹿児島から那覇までだいたい2万円ちょっととか、それぐらいになりますね。あと30分ぐらいしたら出港ですね。やっぱり探索したくなりますよね。ちょっといろいろ出発前ではありますけど、見てみようかと思います。結構でも出港前にロビーで集まってますね。もう席がないぐらいの状況。マリメッコの絵が飾られてますね。デッキに出てみましょう。ああ、風がすごい。もう雨まあしばらくはちょっと無理だな。結構共有スペースはもう人がいらっしゃるんで、部屋にいましょうか。個室なんで、こういう2棟の、ね、部屋であれば多分外にいる方が快適なんでしょうね。
まさかのレストランがですね、この15分の間しかやってないというか、注文を受け付けてないという超短期決戦ですね。出発前に聞いててよかった。今日の晩ご飯はハンバーグ、唐揚げ定食、カツカレー、ビーフカレー、うどんみたいです。黒豚が良かったですけど、じゃあ唐揚げ定食。それでは動き始めましたね。まさか動いた時に唐揚げ定食待ってると思ってませんでした。ちょうど売店もオープンしたようです。はい、ありがとうございます。お待たせしました。25時間の船旅が始まりましたね。なんか学食みたいですね。 A ライン発信になってます。運転手の方も結構乗られてるみたいで、むしろまあそっちがメインと思う。ドライバー食券になるものもあるみたいですね。ドライバー食券4番をまたお願いします。ドライバー食券。もう閉まっちゃいましたね。本当に15分で閉まった。結構キッチンの中いらっしゃったんですね。5人6人ぐらい少なくともいただけでも。なのでキッチン担当なんですか、それとも他の仕事もしてるんですかね。鹿児島ならではではないですけど、唐揚げはどこで食べても美味しいですね。こちらが晩ご飯です。お酒はね、売っておりますね。もちろんソフトドリンクもあると思いますけど、ここはお酒しかないですね。24時間ホットメニューのたこ焼きとかは、あ、今となっては懐かしいやつですけど、これは販売中止みたいです。後ろにソフトドリンクもありましたね。ちょっと外出てみるか。もう全く見えなくなりましたねあ、まあ、鹿児島ですからね。サンフラワーの場合はね、淡路島とかねありますけれども、もう端っこですからね、全くもう何も見えない。唐揚げも食べてなんか満喫してるんですけど、船旅が始まりました。食べた後ブラブラ歩くか。ただ印象としてはそこまでなんかね大きいってことはないですね。サンフラワーと同じぐらいか、ちょっとちっちゃいぐらいかもしれないかな。出て30分ぐらいでネットはどこの電波入らなくなりましたね。謎のね、パスワード全くない Wi-Fi が、まあ謎のというか、フェリーのですね、あるんですけども、それはもう遅くはありますけども、繋がりますね。果たしてずっとね、安定して繋がってくれるんですかね。あ、今、切れちゃいましたね。25時間のフェリー、楽しくはありますけども、ネットがなかなか使えないっていうところもあると思いますからね。ネット中毒者の私は大丈夫ですかね。Netflix はダウンロードすればよかったけど、めんどくさいんでしなかったんですけど、ちょっと後悔ですね。じゃあちょっと売店見てみます。あ、本とかも売ってんだ、すごいな。お酒もバッチリというので、飲み物150円で良心的ですね。アイスとかもね売ってるんで、なんかあんま大阪では売ってないようなアイス持ってますね。手作りおにぎり100円、まあ、おつまみ的なのじゃがりこ売ってた、買ったのに。あとはクルーズのグッズとか、まあ、チンスコ持ってる、まあ、あとシャンプーとかね、な感じですね。受付のお姉さんがすぐ横で対応できるような作りになってますね。それでシャワー室ということで、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、シャワー室なんですね。ということは大浴場ないんか。そうなんだ。この規模なら、ね、全然作れると思うんですけども、まあ、そこまで客室に力を、ね、入れてないというのかな、分かんないけど、ないみたいですね。やっぱりフェリーといえば、私はなんかこうゲームセンターねあるみたいな、昔懐かしの。それもなさそうですね。なんかこれぐらいですね。上にも出れるのかな。出れないかもしれないな。共有スペースは限られてそうな感じがしますね。あとなんかちょっと揺れてる気がする。あんまりクルーズで気持ち悪いと思ったことないですけど、なんかもうちょっと気持ち悪いかも。まあ、今日は揺れてますもんね。雨ですし、まあ、それもあるかもしれないです。歩いたし、じゃあ部屋でゆっくりしよう。とにかく長いんで焦る必要は今回全くないんで。ここが特等一等のお客さんのみが入れるスペースがあるみたいですね。ちょっと綺麗なか。で、ね、私は今度その手前のところです。出発して
してから2時間ぐらいが経っております。船旅楽しみやって感じなんですけども、今ネットを楽しんでおります。というのをクルーズでね、ここら辺は私よくわかってるんですけれども、今ここの先っちょら辺にいるんですけれども、こっからねもう行くと多分ね全然ネットね繋がらなくなるんで。そう、この部屋ね結構なんかね電波シャットダウンしてるからね、圏外なんですよ、ね、ただそこにね Wi-Fi ルーターをしてるんですけど、それ横の方は多分スマホ置いてるんで、あの方も電波をキャッチしてるんだと思うんですけど、あんな風にルーター置いてちょっと部屋で楽しんでるみたいな感じでしております。なので今うちちょっと気になる YouTube とかプレミアム入ってるんでダウンロードしたりとか Netflix とかダウンロードしたりとかしてます何やってんだいって話ですけど、まあまあそんな感じで中に持ってるみたいな感じで快適に過ごせます。まあ外は真っ暗ですね、はい、真っ暗こんな昭和っぽいやつ。今8時半ぐらいなんですけど、先ほどねちょっとアナウンスがありまして、もう9時に売店が閉まってショートにもなるということで早いですね私もじゃあ早く寝ましょうかな。今はネットまだ繋がるんですけど、多分これから繋がるからなくなると思います。なんかワクワク感が半端ないですね。ショートタイムですね。9時です。じゃあ風呂もでも行くか。9時になるとすごいみんな寝てるの早いな。閉まっちゃってますね。それでちょうど今ね屋久島あたりで普通に電波入ってますね。というか電波の情報ばっかりがちょっとあれですね。シャワー室行こうかと思うんですけども、アメニティが一切なかったんですよね。サンフラワーとかあったんですけど、タオルはね奇跡的に持ってたんですけど、歯ブラシがない、ね、やっちゃったな。もう売店も閉まっちゃってたんで、まあ、仕方ない。明日歯を磨くとしましょう。シャワー室利用したいと思います。これ今シャワー室なんですけど、シャンプーもなかったですね。うわやっちゃったな。髪はもう水で洗うしかない。なんならドライヤーもなかったです。お湯があるだけありがたいと。確かにサンフラワーとかはね結構乗ってくださいとか弾丸とかねとかねアピールしてますけど、こっちは別にそういったのではなく、特にこれで沖縄行こうとかっていうのはですねアピールしてないと思うんで、その差ですかね。昨日は星野リゾートを買いに泊まってたんですけども、えらいギャップですね。個室はとにかく快適なんで、それが良かったです。明日シャンプーと歯ブラシ売店売ってると思うんで買うしかないですね。明日朝食何時だっけ、それ確認していこう。朝めっちゃ早いな6時15分から30分。でもまあ今寝たんで起きれそうですね。昼まで食べないっていうのはありかもしれないですね。売店もありますしね。ちなみにこの船なんですけれども、那覇まで直接行くのではなくて、いろいろな島々をですね巡ります。まあアイランドホッピングの時に徳之島とか行きましたけれども、明日ですねこう那瀬5時っていう風になってるのが、じゃあ4時35分早いですね。まあ、鹿児島奄美大島ってね飛行機でもありますけれどもね、日本エアコミューターですかねあったりしますけども、こういった風に船で行き来ができるというので一晩かかりますけど、まあ、トラックとかバイクとか乗せることができるんで、そういったところは利点ですよね。飛行機でね、そういった大きいものを運べないですからね。部屋に戻ります。もう今日はね寝ようかと思います。まあ目覚ましかけないで寝ようか。さて起きたらどこにいるでしょうか、まあ、GPS 正しいか分かんないですよ。今は屋久島台です。真っ暗せいこれ毛布ですけど、バック内かサーリー行った時こんな毛布だったんですけど、見た目以上にあったかいです。これ船でよく使われてるやつなんでしょうか。おやすみなさい。おはようございます。よく寝れました。めっちゃ寝れた。何時とか分かってないんですけど、8時15分、夜10時ぐらい寝たから寝ましたね。アナウンスがあって奄美大島に着いたっていうのと朝食開始しますみたいな、それは聞いてたんですけど爆睡ですね。コンタクト入れてちょっとまた
どんな感じか見てみましょうか。おお、今日は穏やかで、今日は晴れてますね。やった。じゃあ鍵閉めていきましょう。売店休みか。畜生。歯ブラシ買いたかったけど、朝ごはんと。次あの泊まるところ降りるところはチャンだった。あと1時間ぐらいすれば徳之島ですね次は、はい、今は多分奄美大島ら辺なんで、いい。あ、すごい闘牛なんてやってるんだ。携帯電波とかもね、徳之島に近いからか今は入りますね。ああ、あったかい。ああ、これは気持ちいいですね。ここでもまだ全然海しか見えないですね。島が見えてますね。あれが徳之島ですね、多分。まあ、風がでもちょっと強いんで、外周します。また見に来ます。もうなんだかんだ言って今日の6時7時とかに着くんで、それ考えると本当はあっという間だなっていう感じがしますね、まあ、全然全然飽きずに行けそうな感じがしますね。船酔いとかも全然ないですし、久々むしろねゆっくり寝れてよかったなみたいな。髪の毛は洗えず歯も磨いてない状態ですけど、皆さん歯ブラシ持ってきてましたね。なので、まあ、もし乗られる際は持参した方がいいですね。タオルもまもなくしたら徳之島です。うわ懐かしいな。でも JAL のねホッピングでも徳之島行きましたからね。 JAL で帰れるんですよね。だからねここで降りてホッピングで鹿児島まで行って、そこからね伊丹とかでも、今回は那覇までとにかく向かうというミッションがあるので、あの楽しみます。島が見えてきましたね、徳之島。こうやって船で行くと、ああ着いたっていう思いがより一層強くなりますね。あ、すごい牛がいる。あれ牛も乗せるんですかね。さっき徳之島のね牛闘牛ありましたもんね。あの牛なんでしょうか。いやーほんと綺麗です。徳之島でね降りられ方結構いらっしゃいますね。結構多いですね。もちろんね、徳之島から来られる方もいらっしゃいます。徳之島で着いたった営業再開しました、ね、今のうちに買っておくしかないです。シャンプーとか持ってますね、歯ブラシもね。あ、タバコ持ってる、こんなふうに。シャンプーか、手ぬぐい持ってる。朝ごはんもさ、どうなるんですか。ちょっと空いてるんで見てるんですけども、あの2頭の一番安いところだとこんな感じみたいですね。これだとちょっときついかな。歯ブラシもシャンプーもゲットしたので、とりあえずちょっと磨こうかと思います。だいたい30分ぐらい待機するみたいですね。この間に車のスタイルを下ろしたりとか、貨物を運んでる、こういったので鹿児島から運んでる。
ましたね。まだ徳之島に関しては鹿児島県でございます。すごいな。でもこれここからトラックが乗ったりするんですよ。ちょっと次ここ見てみましょうか。今日はもうあたり船の上ね、すごそうだと思います。結構徳之島でお客さんがなんか変わったような気がしますね。うん、上から那覇行ったりとか沖縄ラブジマ行ったりとか、え次はそうなんですけど来るのラブジマ、そんな方が来たりするんでしょうかね。普通にね、ネットも意外とずっと繋がりますね。ほぼ繋がってます。あのドコモ の電波とかですね、奄美大島とかそういったとこ、徳之島とか行けば、ね、近づくんで、今も全然繋がってます。沖縄ラブ島が見えてきましたね。というのでここでも到着です。お、ちょうどいます。11時35分に入港みたいです。ここでもだいぶ沖縄に近づいてますね。ただここもまだ鹿児島県です。結構だから鹿児島県って広範囲なんですね。あ、もうバイクが出てますね。あ、続々と車が出てます。おお。お、ナンバープレートがない。結構お客さんもいらっしゃいますよ、ここからね。あれは牛か、すごいな。本当でもこれ見るとメインは貨物って感じがしますね。郵便マークあるので、あれは郵便物っぽいですね。郵便物もこういった風に運ばれてるんですね。あんまりまあ鹿児島から那覇まで行く人っていうのはまああんまりいないかもしれないですね。だいたいどこかの島で降りたり乗ったりとかそんな感じでしょうかね。あ、お昼ご飯の時間がやってまいりましたね。わずか15分しかないのでもう行きましょう。こうですね、まあ、コロナがなければね、あの通常の時間帯もっと長いのかな。あ、まあ、今はもう15分、はい。カレーにしました。こちら800円かな。まあ良心的ですね、値段はね。すごく美味しそうです。いただきます。カツ美味しいっす。朝ごはんがどんなんだったかちょっと気になりますけど、こういうふうに移動中に地上と変わらない食事を食べれるっていいですね。10分ぐらい食べたんですけど、もう閉まってるっていうのがちょっと早いですね。短期決戦ですね。動き始めましたね。次は与論島になりまして、そんなに与論まで遠くないですね。もう1時間後ぐらいです。なんですね、また島が見えましたけど、あれが与論島ですね。ここに運賃表がありましたけれども、私の場合今回2等の寝台 A になりますので、まずこの料金がかかって、電車と一緒ですね。 14,888 円、そこから寝台料金、こちらが加わった金額なはずです。一番安いやつだともう学生割引があるんですね。1万1000円で移動できる。す
まあ大人でも2等であれば1万5000円とか、鹿児島那覇だけで言えば飛行機だとね、まあ、それ以下で移動できる場合も多いと思うので、飛行機使われる方が多分圧倒的に多いのかなというふうに思うんですけれども、与論とか徳之島とかそういった時には航空運賃も安くはないと思いますので、こっちの方が便利かもしれないですね。着きました。コンテナが待合室になっても面白いですね、あれ。大体2分ぐらいででももうあれつけれますね、すごい。ヤマト運輸専用とかありますね。まず離島だとじゃあこういった船で運ぶんでプラス1日2日ぐらいはかかりそうですね、普通よりも。おお、あれはすごい、いっぱいまとめて段ボールとか家建てるのなんか必要な木材とかそんな感じですか。これから乗られるお客さんもいらっしゃいますし、出迎えで来てる人も多分いらっしゃると思います。与論に到着いたしました。まだここはね鹿児島なんですよね。でこうやって見ると与論も大きいですね。本当はゆっくり滞在したいところなんですけども、沖縄本島に向かいます。与論島を出発いたしましたね。それで次はやっと沖縄本島です。だいたい2時間ぐらいからまたかかるみたいですね。アイス買おうかなっていうふうに思ってたんですけど、売店はまた閉まっちゃいましたね。もうすぐ買わなきゃ。部屋でダラダラしときましょうか。ちなみに気分が優れない方用にこういったビニール袋もありますけど、今回はお世話にはならなさそうですね。日によってはもちろんめっちゃ揺れる時もあると思うんで。パンスターの大阪から釜山まで韓国のあれはすごい揺れたんで、多分ああいったこともあるんでしょうね、時期によっては。今はまあ揺れてはいますけどかなりマシです。今何時ぐらいだ、はい、3時50分ですねでございますけれども、次はですねあと40分後ぐらいに到着となります。見えますかね。そう、陸が見えてるんですよね。もう沖縄に入ってるんですよね。電波も入る状態です。次はそう最終地と思いきや、実はね那覇に行く前に本部っていうところに行くんですよね。ちょっと外出てみましょうか。お、大体20時間ぐらい経ってやって、こう鹿児島から沖縄が見えるぐらいって感じですね。こんな感じですね。それでもう間もなく着きますね。美ら海水族館があるらへんで、この瀬底島に関してはヒルトンができたところですね。あれかな、ちょうど見える。わかんないですけど、まあでも多分リゾートホテルっぽいですよね。沖縄に到着です。うわでかい。やっぱり大きいですね。もう見渡す限り陸があるんで、まあ今までね小さい島でしたけれども、すごいな。ただ意外と沖永良部島から那覇まではすごい近いんですね。まあそこ県境にはなってるんですけど、まあ、海ももうすでにね青かったんですけど、一段となんかでも青くなった気がしますね。逆を向いて飛ばすんですね。たまたまかな、あそこのなんか板のところに落ちましたけれども、すごいテクニックが必要ですね。今イカレを下ろしたんですかね。橋がつながったらすぐに荷物を取りに行くって感じですね。貨物ですね。それであそこが瀬底島みたいですね、うん、また
行ってみたいですね。あそこには家島という船がありますね。あれも結構大きそうですね。まあ沖縄の離島とか行ったりするんですかね。お、バイクもいらっしゃいますね。こっからでも出れるのはすごい早いですね。ノンストップで移動できちゃうんだ。いずれ私の車乗せてみたいです。お、牛もいる。あそこにもいる。すごいな。あれは食べちゃう牛なのかな。ああいった芝生みたいなのもいろいろありますね。おお、すごい。あの長いトラックも。あとはもうここだけですね。意外とでも沖縄でかいな。ただ2時間ぐらいかかるんだ。あの同じ沖縄本島ですけども、一応ここでも路線乗れるみたいなんですけど、乗る人はまあいないでしょうね。いるのかな。車で行ったりバスで行ったりとか他の方法あると思うんで、一応運賃表にはね書いてましたけども。売店が開いてますね。じゃあちょっと最後なんか買おうかな。迷うな。なんかちょっとローカルっぽいやつもいいんですけど、まあでも層が美味しそうだな。そうですよ。久々にここで降ろされるのめっちゃ多いっすね。那覇も考えると相当な量が沖縄に運ばれてんですね。ちなみにあそこ見てみると、阪神、沖縄、関西と沖縄、あそこには東京、志布志、あの大分県ですね、で沖縄ということで、すごい。マルエフェリーはいろんなところから物を持ってきたりしてるんですね。動き始めましたね。さすがにここで乗った人はいなかったですね。というか お客さんがめっちゃ減りました。行きます。おマジ、うん、乗って分かったのが、まあ、あんま家族連れにはおすすめできないかもしれないですね、うん、ただ一人旅とかそういった感じならいいと思います。家族であればちょっともうちょっとクルーズに近いタウンフラワーとか、まあ、それぐらいしか知らないですけど、そっちの方がいいと思いました。残り1時間半ですね。ここの席も結構利用しましたけど、特にまあ私の場合個室だったんでね、部屋にいることも多かったんですけども、普通の2棟とか選んでる人は多分ね、それよりこっちの方が快適だと思うんで、そこ座られてる方とかも結構いらっしゃったんですけど、もういないですね。ちょっと寂しさを感じますね。部屋に戻ってだいぶ汚いっていうところがあるんで、もうパッキングしたいと思います。まもなくじゃ到着で、ね、まあ、片付けまして、ここおすすめですね、非常に、うん、なのでぜひ皆さんも二等寝台 A、 あの選んでみてください。まあ値段重視であればね、二等の方がいいと思うんですけど、ある程度このプライベート空間保ってっていうのであれば最強だと思います。テレビもありますし、ね、まあ、使ってないですけども、もう24時間ね乗って経ちましたけれども、ここ選んでよかったなっていうふうに思います。そこまでね多分部屋数は多くないん で、あと予約する場合はね、ネットでねスケジュールは確認することできるんですけど、電話で予約しないといけないので、別にここの部屋に限らず電話で予約する際はしてください。まもなくしたら那覇港に到着です。鹿児島から、まあ、那覇まで来たわけですけど、島といえば沖縄のイメージがありますけれども、鹿児島もねたくさん島があって、うん、鹿児島のエリアの広さ、それをですね、まあ、認識できるような船旅でありましたね、まあ、ホッピングツアーもね飛行機で、うん、ちょんちょんちょんっていうのはいいんですけども、まさにこんな感じで飛んでましたからね。それで鹿児島向かうんですけれども、もともとは船でも、まあ、行き来することができるということで、今回乗れてよかったなというふうに思います。奄美大島にちょっと起きてなかったちょっと唯一心残りですね。大都市ですね。たくさん建物があります。こちらのお部屋ともおさわら場ですね。はい、ありがとうございます。鍵とチケット交換です。あ、もう全然規模が違いますね。那覇港大きい。お、飛行機も見えます。それであれですね、
前回泊まったロジュアルホテル。おお、見える。そう、そこが近いんだよ。ああ、圧倒的な大きさですね。こうやって見ると。もう着いたかな。ちょっと一瞬だけ来ましたけど。すごいな、本当。運んでくれてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ここからは歩きます。着です。他にもここから那覇からいろんな沖縄の離島だったり、まあ、鹿児島の離島だったり行けるんですね。ここがマルベイフェリーのチケット売り場ですね。明日朝出発ですね、まあ、掃除とかいろいろ燃料積んだりとか、ね、そういったのして鹿児島に向かうそうで、すごいな。でもう一つはあけぼのっていうのがあるんですね。運行してるって感じですね。無事沖縄那覇に到着いたしました。まあ、今回25時間のね、長い長い船旅でございましたけれども、あっという間でしたね。25時間ちょっと長すぎるなっていうふうに思ったんですけども、乗ってみればまあ船で食堂とかあったりとか、ネットもね繋がってたんで快適に過ごすことができましたね。沖縄に飛行機でね来られる方もですね多いと思いますけれども、こんな風にまあ船でね来ることもできますので、皆さんもよかったらですねチャレンジしてみてはどうでしょうか。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。